丸尾文録は日本の実業家、政治家。続席は静岡県平民。浜松県民会議員、浜松県民会幹事、静岡県会議員、静岡県会副議長、静岡県会議長、衆議院議員などを歴任した。東東海国出身の実業家、政治家である。大井川の都選解禁により急防した川越人曽を救うため。 牧の現代地への入植を推進した。その結果、牧の現代地を茶の一大産地となるまでに育て上げた。生茶業を営んだ。また、政界にも進出し、静岡県会議員や衆議院議員などを歴任した。1832年8月26日、東東海国の上東軍地に田村にて生まれた。聖火である丸桶は豪能であった。 幼い頃から学問を好み、継承を学んでいた。さらに、とうと海国の佐野郡に居住していた家人の石川、より平の門下となり、工学と和歌を学んだ。しかし、家業に従事しながら、勉学に励む生活に嫌気がさし、学問に専念したいと考えるようになった。学問への思いが日に日に募り、ついには、受学者の篠崎小竹に、弟子入りしようと成果を出本し、 篠崎が住む摂津国を目指して西に向かった。しかし途中でたまたまで会った知人から父の許しも得ずに勝手に留学するのは問題だと諭された。最終的に篠崎に弟子入りすることを諦め道中の終わり国で多数の書籍を買い込んでから池に田村に引き返した。池に田村に戻ると組頭を命ぜられ以降は家業に励むことになる。帰年間。 安政年間の干ばつにより、米価が高騰し、困窮する村民が多数発生したことを契機に、東東海国の佐野軍曹間村に居住する岡田佐平次らから、法徳思想を学んだ。法徳思想に基づき村の救済事業を展開したが、この活動を通じて、公益事業に関心を持つことになった。また、阿久井義道らを招聘し、近隣の同志らと共に法徳者を結成している。 日本博覧図、静岡県に掲載された、丸尾の左縁の前傾する河国と東東海国との境界を流れる大井川は、江戸時代の頃は、都線、河境が禁じられていた。しかし、明治維新に伴い、1870年に都線が解禁されることになった。その結果、大井川の左岸に位置する、駿河国の志田軍島田宿、区、及び、 不安に位置する、東東海国の灰原郡金谷地区では、川越人足をはじめとする大量の失業者が、発生した。困窮する川越人足を救済するため、牧の現代地の開墾に取り組み、茶の木の育成や、茶の製造などといった事業を展開した。菜園の開発は極めて困難であったが、10年以上の、歳月をかけて、川越人足らが自立して生活できるよう指導した。 1884年4月14日、これまでの功績が評価され、乱受報賞が授与された。また、尾崎異平らとともに、茶業に関する業界団体でも活動しており、静岡県茶業組合取締所の総括や、静岡県茶業組合連合会の議長といった役職も歴任した。その他、財界でも積極的に活動しており、 1873年11月、浜松県庁が、半官半民の金融機関として、資産家抜かし府省を創設すると、岡田佐平次、山崎仙三郎、松本文次、鈴木苦九郎治といった資産家らとともに、第二分社の御用係に任命された。自身の地元においては、教育水準の向上を図るため、近隣の同志らと共に私塾を創設し、蘇我淳平、 医師の修正らを招聘した。この私塾から、後に文化勲章を受章する農芸科学者の鈴木梅太郎らが育っていった。丸尾が大隈重信に宛てた所管自由民権運動にも積極的に携わり、演習を代表する政治家の一人となった。地方政界においては、1876年、浜松県の県令を務める林光徳が、 民会解説を二つしたことから、浜松県民会が設置されることになった。それに伴い、青山中平、木川半十郎らと浜松県民会議員選挙規則の策定に参画した。同年、浜松県第三大区より、浜松県民会の議員に選出されるとともに、砂が忍ぶ、大塚木一郎、河村八郎次とともに幹事に選任された。後に、浜松県が、 静岡県に編入されると静岡県会の議員に選出された。さらに近藤淳平の公認として第二大副議長に選任され1880年4月に就任した。さらに磯部物外の公認として第二大議長に選任され1884年1月に就任した。また国政に対しては1881年3月に 演習有志同盟会を結成し、立憲政体や権利の拡張を求める活動を展開した。国会解説の権限にて、憲白総代12名の一人として、名を連ね、1万9000名以上の憲白者を集めた。さらには、政党の結成に動き、中央の立憲改進党の結成に先んじて、同年12月には、静岡県改進党を発足させた。 やがて国会開設の見事のりにより1890年に第一回衆議院議員総選挙が実施されると静岡県第4区から立候補し静岡県会議員などを歴任した岡田良一郎と激しい接戦を演じた。丸尾はかつて良一郎の実父である岡田佐平次から法徳思想を学んでおり良一郎とも静岡県会で協力し合っており関係は悪くなかった。 自由民権運動でも、丸尾と梁一郎は志を同じくして活動しており、衆議院議員選挙についても、不戦の誓いを結んでいたという。一方で、選挙区内の住民らは、花々しい選挙戦を待ち望んでいたため、岡田と丸尾の実力者同士の絶戦に大いに沸き、多くの有権者が、それぞれの候補者を応援する、新聞広告を多数掲載するという加熱ぶりであった。 最終的に岡田が1388票を獲得したため、1185票にとどまった丸尾は、約200票差で敗れた。なお、静岡県第四区では、岡田や丸尾以外にも、河合茂像のような有力者が立候補しているが、岡田と丸尾以外の候補者は、全員一桁台の得票数に終わっている。1892年には、第二回衆議院議員総選挙に、 静岡県第四区から再び立候補し、初当選を果たした。帝国議会においては、立憲改新党に所属した。1894年の第三回衆議院議員総選挙、及び第四回衆議院議員総選挙においても、連続当選を果たした。1896年5月、衆議院議員として在任中に死去した。生前の功績により、 静岡県菊川市の丸尾玄水神宮に祭神として祀られている。境内には丸尾文禄法音碑が建立されている。また、静岡県静岡市の静岡浅間神社の境内には丸尾聖徳碑が建立されている。また、開墾した牧の現代地には、生にちなんで丸尾玄と命名された地名が現存している。なお、静岡県菊川市には、 丸尾が原崎原作と設立した富士製茶工場のレンガ作りの倉庫が現存している。茶葉の合わせ組や保管のために使用されたと見られているが、茶産業のレンガ作り倉庫はほとんど現存しておらず、貴重とされている。菊川市としての近代解散では、群を抜く存在と評価されており、2014年4月25日には、菊川赤レンガ倉庫との名称で、 国の登録有形文化財として登録された。国の登録有形文化財に、菊川市の文化財が登録されたのは、これが初めてである。丸尾文禄の娘婿の丸尾鎌三郎は、池に田村の村長などを歴任した。文禄の彦の丸尾文治は、生物学者であり、東京大学で教授を務めた。また、文禄の彦の水野茂雄は、富士テレビジョンの初代社長を経て、 産業経済新聞社の社長を務め、在界四天皇の一人と謳われた。文禄の夜社後の水野誠一は西部百貨店の社長を経て参議院議員となった。また、文禄の弟の丸尾徳三郎は、丸尾家から分家し、池日田郵便局の初代局長を務めた。また、徳三郎の孫娘と結婚した丸尾賢治は、 笠南公民実業学校の校長を務めていたが、自らの私有地を提供して、池に田村外旧家村、組合立地に田農学校の設立に尽力し、その初代校長に就任した。後に、静岡県議会議員に選出され、文録と同じ区議長も務めた。ありがとうございます。